消えた。どうなってんだ。繋がったよ。ゲンさん、しんのすけ、脳細胞がトップギアだぜ。そいつは右手でパイプを振り回した。だが出てきたロイヌードは左手で銃を操った。つまりそこにいる戸田川直樹は本物よっ。ロイミュードとは別人さ。ちょっと待てよお前。ねえ、俺今せっかくトップギア入ったのよ。お前ロリ少女じゃねえのか。あ、よいしょ。彼は花村の悪事の手伝いを断ったため、よいしょ、家に火をつけられた。よいしょ。動機は復讐さ。あいつが憎かった。本当に怨恨だったのか。マジかよ。人間が重加速を使ったってことが今回のポイント。気づけないのは無理ないですよ。そして彼にバンドで重加速の力を分け与えていた真犯人はこいつだ。嘘、なんで人間体の写真まで持ってんだよお前。